会社やってたらみんな儲かってしょうがないと思ってるけど、ちょっとだろう、大変だと思うもん。ちょっとダラダラやって2日目も伸びたら余裕だから、ほんと喜ぶだけで売ってねえんだって、いや10時の休憩だったんだって、お前ら死ねえって。ちなみにこのアンケートからちょっとだけっすよ、お前ってずっと黒字化させてるじゃん、どうやってやったの、まあ、終わりまでだって言うんだ。何人でやる？3人です。こんにちは、カメラ大丈夫ですか？あ、大丈夫。普段言いそうにない言葉を。出したな。それが仕事です。でも今こうやって自分でやってるとやっぱ社長の言うことが結構響くなっていうのがあった。あの当時は何とかもクソ人と思ってるの。いやクソ、いや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 、うせえね。まあでもそうだろ、そうですね、やっぱ言うのはそんな楽じゃねえだろ、金のボスって。なんか会社やってたらみんな儲かってしょうがないと思ってるけど、お前やっぱいやいやいやって、お前ちょっとだろ、お前らのと思うもん。じゃあね、そのためにやっぱ言って、そのやっぱ少しのお金のためにっていう。そうだよ、少しお金のためにお金っていうのはやるし、ちょっとダラダラやって2日目も伸びたら、そうですね、眠いだから、ね、やっぱ1時間30分休憩するだけでも1ヶ月だけさって考えると、やっぱあの当時よ、みんななビーってやる人って10時ピタって止めて、お前お前真っ赤だよお前なあ、そうですね、でそれ怒ったことあるんだよ、ね、そういうのはバーって見たらお前一面塗っとんのよ、お前ほんと喜ぶだけで売ってねえんだって、いや10時の休憩だったんだって、お前ら死ねえって。ちょっと1日の時間の無駄とかがやっぱ昔に比べたらそういうことかってなっちゃう。うちなんか、まあ、材料全部あの1シーナの支給だろ。そうですね、そうないだろ。まあないと思います。あの 材料支給どころじゃないの、上塗りだけじゃなくてシーナが下塗りからシーナを全部支給だろ、一切買わんけだろ、塗料がゴミとかも捨てれる全部だろ、そういうのまで考え出してみない、めちゃくちゃやっぱ、まあ、俺若い仕事もポッポポッポあそこお前ゴミ、うちがゴミばっかあのドラム缶で捨てるんですよね。すごいの入れるし、そうそう、ドラム缶で捨てるけど、まあ、それ蓋してからもうね、雨が満タンになるわけよ。雨満タンになっても一本何万円で捨てなかったのこっち。いや僕掃除しましたよ。結構持ってくだけでも2万とか、ね、そうだよそうだよ。でそれ怒るとまあうっせぇな自信をするだろうみんな。かわいいパラーブロー黄色ヘルメットかぶった自信がさしゃいやがっていて、それをお俺はその、まあ、職人ならまだいいや分かって、それジムにもほらお前ら何やったんだって、はい、メールが管理しとんだあそこのとか、はい、ゴミ置き場怒られました。誰が僕と嫌なやつだな俺。いやいやいや、でも本当にアホらしいんで、雨水にお金かけたらそうだね、いや、まあ、大変か。そうですね、まあ、でも楽しくはやってる、まあ、自分でやってるかな、ね、まあ、いいも悪いも、まあ、はい、大変ですけど、楽しくやらさせていただいて、うん、ちなみにこの案件、はい、いくらなの。いくら、ちょっとだけですね、ちょっとだけで、大体手まで。工事の数って書いて工数だよ、はい、だから人工数って思う、人工っていうのは人工だよね、人の工事の数だけど、まあ、結局人数だよね、一般の人は分かりません、何人で終わらせるつもりですかって
コース、まあ、65とか70ぐらいで終われば60じゃ終わんない、まあ、まあ2うん、はい、いいよ、頼むだろ、すみません、頼むこちらだ、でも、でも1年目にしては結構真面目そうだもんな、いいことだしな、で結構嫌な顔もしないんで、あまあそれがいいやな、とにかく気をつけとけよ、そうね、まあそれ、まあ、初めてのことに、ミスの取り返しがな、一回このペンキついてお前芯なら全部洗わなあかんってなったら、はい、すぐ1日パーだろ、そうですね、なんかそういう足場落ちたりとか、うん、そういうのはやっぱこっちが見て感じします、お前もやったっぽくなってきたよすごいね、ずっとやっとんだな、動画出てる、何回出た、2、3回、2回ぐらいかな、1回目飛びました言うて、飛んだやつが帰ってきてた、そう今更だけどこいつはもともと10位の話だったはい、でやめたの、飛んだの、飛んでました、飛んでました、飛んでました、それ動画になったの、その動画を出しました、で河合くんとは繋がったの、ずっと、そうそう、河合さんはちょくちょく連絡来てきて、なんでそんなの、俺がブチ切れたのもありますし、うん、まあ、ちょっと彼氏君とあんまつまくいってなかったな、噛み合ってなかったのとか、うん、まあいろいろ重なっちゃって、なんで俺にも言わない、俺も怖かった、怖かったっすそう、そんな俺なんかそのワンワン言わんかっただろ、怖かった、怖かった、現場来てガーッと言ってた、あほんでちょっとあんまり数字回って、ねうん、みんな倉庫でダラダラやってて俺がワーワーワー言ってくる、その時ぐらいですか、一番ダメな頃だな、そうですね、一番ダメな時が入りかかった時ぐらいじゃないですか、海軍の時かおっただろ、海軍が多分全然違うよ、やっぱ海軍厳しいだろ、やっぱ海軍がいて成り立ってたなっていうところはあったよな、存在がやっぱ大きかったですね、うん、今河合君ってあの、まあ、視聴者の大体知ってると思うけど、あの今営業の責任者やると思う、はい、なそれがもともと塗装班を作ったんだな、で塗装班の頭でずっとやっとって、あの時はまあ言い方悪いけど、いやうちはまあその 下請けじゃないな、まあ、ずっともう10年20年15年とかおる子たちばっかだけど、職人さんみんな責任施工って一件ちゃんとこの予算でやりなさいって決まっとる、もうそれ以上払わんぞぜみたいな、工事一個いくらでやってもらってるから厳しいよ、お互いに厳しいですこれも何十人って使ってきたらなかなかうまくやって、河合くんっていうのが来て一気にガーッいったの、初めてプラスにしたんですよね、そうそう、はい、ちゃんとそれもそれだけしか渡さんよ、そのグループ決算があるから、はい、でそこの成績表みたいなのには数字が出るからな、きっちり細かく出るんだ、まだこれがうちのチーム優秀だから売り上げ出てガソリン高速全部やってますよ、ね、なでそれが数字が悪くなってくると俺わーわーわー小林アタックが来るわけだからその時の頭が多分手短と僕が通ったのかなあーそうかそうかねお前らそう凍ったらバーンってグレーッしゃべっとんねーとか言ってそうです現場とかもこっそり行ったりしてたもんな、そうですめっちゃ俺ボケこれ、まあでも赤字やったらしゃあないです、それが社長の仕事なんで、まあ、社長の仕事だから、はい、まあ、コメント欄荒れるけど、まあ、まあ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 でもそれで怒ってただけやったら帰ってきてないはずっすよ、やっぱりいいところがあったから江戸子は、いいところじゃないよ、生活できんでよかったから、それが河合くんのことが好きだよもう付き合うしかない、河合くんと付き合うんだったら必然的に俺がセットについてくるから、あそういうキャラはすごいですね、まあ、河合くんは面倒見いいしな、そうですね、助けようっていう感じになっちゃうんでこっちも、そうだよな、自然的にそうだよな、河合くんって本当人柄があるしな、そういうやっぱみんなで集まってようや当時のバーベキューで売っとんのかな、最近バーベキューやってたまに家呼ばれたりしょっちゅうやってるな、そうです、ね、家でなんかバーベキューやったりしようかな、一回も俺呼ばれんけどな、河合くんまあ、俺から言うことじゃねえけど一回も呼ばれんよ、あれあれ呼びたねえやなそうか、まあいいことだな、こうやって帰ってきてくれてしっかり頑張ってな、ちゃんとお金も残ってやっとるといいな、で残らなかったらきついけどな、それが一番まあきついとこはあるんですけど、ケツあるやつもおるじゃん、俺はもう下請けとかあるからさ、いやもっといい値段で下請けとかあるじゃん、一回でも多分あるじゃん、だけどうちはまあどっちかというとちゃんと抱えて、その代わり営業は工程とかも全部で、まあ、半分社員みたいな感じでちゃんと工程も全部埋めてくれるんだよな、うん、である程度遅れるとかも営業がやってくれるし、営業管理がうちはその体制があるから話しやすいですね、でもやっぱまあまあそうだよな、うん、だから終わらなかったら何しても、まあ、引くよとか、そう人いるよじゃとかじゃないかな、内部で借りたことない、内部では例えば寺岸に手伝ってくださいとか、寺岸とか手伝ってもらうとかさ、仲間同士でないですね、ちょっと喋ったら酒でも飲めんやん、だから俺は横同士別に仲良くしたらなんていう会社もあるけど、俺は仲良くしてほしいしな、
よくさ、まあこれ動画に俺するもんでさ思うんだけど、まあ営業とかにもやるんだけど、下請け構造って良くないって言って、この間もなんか下請け構造なくしたいとかなんかそういう話しとった人思うんだけど、やっぱねそんな甘いもんじゃないよね職人って。そうですね、組織なんで。そう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 じゃあで俺がじゃあこの練り替え道場で も大企業の、そうじゃん、上場企業が職人育てれるかって育てれない、お前らしか職人は育てない。まあそうで、親方が毎日現場に出て怒鳴り散らしてぶん殴ってしか職人って育てれんのだってまあそれ俺は下請け構造がある一定のメリットはあるけど、まあそんな甘い世界じゃない。うちは要はある方だよな、足場とシールと。いやすごいと思います。はい、そうもな、まあ、みんな一人よがで、はい、その分営業すごい大変だよ、はい、だって10人おるところに、はい、ここ始まるよここ始まるよってそっちで調整してねって現場やっとくから、金額は 10% でも上がるやん、はい、例えば30万で頼むやつ33万とかになるとするやん、はい、でも楽かもしれない営業する方が。うちって基本一人親方みたいな1人2人の子たちが20、30あるわけじゃん、うん、だから工程段取り組みながらでちょっと遅れるって言ったら協力しながら、会社なんかたまに転勤対象か。そういうことしながらみんなで成長していくみたいなノリはあるね。まあいいけど厳しいけど本当に安いんでしょ。どこも変わんないかなと思うんですけど、ね。まあトータルで考えてほしいよね。そうですね。よく言うのは、じゃあお前が3人から5人になって7人になって。あっちこっちの人とも取引しながらお酒の付き合いもしながら、そうするともう現場で全然健康なのか、うん、1人か2人バリバリなやつ育てて、で付き合いとか見積もり商談とかなってくるじゃない、うん、現場で出てこんくな出れんくなってくる頃には二次会道場が卒業してもね、俺はそこまで行って卒業した方がいいんじゃない。よく言う人おるんだ、まあ、よその方が高いもんねとか、だんだん4人から5人になってくるタイミングで、だったらもう寄せやった方がいいもんねって。で、うちはこういうスタイルだから、ある程度営業とかが、補佐に作られるじゃん。だけど、それって自分でもう全部現状もいかなかったじゃん。で、現場行ったらハマるわけじゃん。そういうのもある、絶対見積もりもしないなんで。だろ？ハマるっすよ、お前。で、ほんまにハマるっすよ。そうほんまにハマるっすよ。場所が違うじゃん。はい。だから安いとか高いって単純に言うけど、はい、まあ、俺も後輩とかでやっぱあちこち3社ぐらい取引しながら工務店の仕事とかやってるやつだからしや、一回は安いもんねっていうと、まあ業態が違うんだよね。でもそれってお前は空いた時は空いた時でなんか人に電話してちょっと余裕入れてとかなんとかいろいろやりながら、業態が違うからね。その子たちも一人だから使ってほしいんだよね。だから、まあ、そういう下請け構造俺大事だと思うけどな、はい、逆に。まあ、山のお前しゃべってもしょうがない、はい、防水屋さん見に行きますか。防水屋山口会いたい。山口、はい、あ、入れた。お疲れ様です。暑いんでお前飲みに行けんの。視聴者皆さん、はい、ミーティングしてまさかのだよ、はい、うちとショーを呼んで、はい、で俺も飲む気満々で夜とかも全部断っとったわけ、はい、よし飯行こうかって言ったら、いや帰りますって。はこうやって見てるやつだもん、マジで香りで飲んだんだろう。いやもう飲む気満々だから、いやもう帰りたいです。いや偉いね、熱中症なんで。ふざけんな、社長から誘われてお前断るのはありえねえから。俺からしたら俺だったら手足がちぎれとって思ってた、医療どうしようって思ってたって。そういうもん、組織っていうのは命が大事だと思って。でも今大丈夫だろ、はい、全然目の色が違うじゃん、はい、あ顔色が全然ちゃうんだ。すごいっす。初めて動画でこう定規の時撮ったんじゃない。なあ、全然飲めない。ちょこっとしか飲めない。いや一応結構飲んでるんですけど。あ？でもめちゃくちゃでやんないです。どれぐらいかな。3から5、3から5とか、はい、どこでお前らまた芝入ってるんです。だから芝組み終わって1ヶ月ぐらいだよ。なんかなんか芝だって飛んできたんです。1ヶ月ぐらい前です。1ヶ月前その前に補水が入ってるんです。ああ、補修やがな。補修って知ってるかな、視聴者皆さん、はい。そこマークいっぱい書いてますよ、いっぱい。この間さ、ちょうど動画で撮ったよな。ああ、で、普段の戸建てとか、ちっちゃなアパートだったら、こいつらも全部これをやっとる。はい。頼むかなと。でも、これ、補修屋っていうのが多くて、これで全部黄色は何って、これで、何クラックやったらクラック。はい。
でこれクラックだよね、メーター出しとこれ緑あるでしょ、緑これ爆裂とかだろ、色ではあるけど、色ではあるけど、本当やメーターちょっと端まで入っとったっだいぶ入っとったとか長いこと入っとったとか、どう、まあ、ちょうど江藤とも数字の会の話したけど、はい、お前ってずっと黒字化させてるじゃん、河合君とお前ぐらいだよな、一応給料制のチームをちゃんと、まあ足場と足場も手だって、まあこれ今ショーとかもオールであれだけど、龍二とショーでやっぱ赤字化させたけど、手だって黒字化しようかもな、そうです、でもまあ言い方だけど嫌われるぐらいじゃないけど、親方って厳しいこと言わなかったじゃん、はい、特に最近やったら柳脇さん独立させてったってさ、うん、それも怖いの話だけど、うん、まあ、カメラ回ってないところで話したけど、うん、カメラにすると意味ねえだろ、はい、最近じゃねえ、もう一人はやめるな、動画出れん人が、はい、今年いっぱいだろ、はい、あ、月もう引退年で、でも2人抜けちゃうので、この数字がどの方に走ってるか、うん、そうですね、どんだけ物件回ってるか、でもどうやってやったの、もう終わるまでだっていいんだなって、今はそこまで行ってないですね、はい、最初の頃はやっぱそれが当たり前に指して、そうするときっちきちってやるからしっかりしようと、でこいつは今年から、はい、動画になってるか、もう社長になるの、はい、で社長段階で、まあ、だんだんだけど、まあ、別会社にはしんけど、まあ、じゃあ今までの儲けはもう一回引くぞと、俺もそもそも嫌だから、はい、でそっからの儲けは、まあ、まず折半でやってみようかって話しかないかな、はい、でただ俺も横ばいは面白くない、目標立てろ、ちんたら行くんだって何のために社長やっても成長してもらうためじゃん、はい、シールハンドして10人20人やってるためにはどうなっていくのって、で1億2億3億上げていくためにはどうなるか、もう一回考え直せよ、引き返したかな、もう一回ミーティングしたんだな、はい、まあ、じゃあ今日お願いしようか、はい、まあ、ボス屋さんもやるだろう、はい、ちょっとまあ一人でボス屋さん取ってこいでしょ、はい、わかりました、ぜひ待ってください、お願いします、お願いします、せーの、また見てね、また見てね、はい、ありがとうございます、はい、よし、お疲れ様です。お疲れ様です。カメラ大丈夫ですか。はい。カメラ大丈夫ですか。ダメダメ。男前三人が何をおっしゃいますか。何回か出てますよね多分。何回か一回しか出てないです。え、どうですか。忙しいですか。忙しい。ありがとうございます。うちの仕事はどれぐらいありますか。比率的に。比率的にはもう5割は、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、こちらこそいい仕事をやってきていただいてありがとうございます。仕事のこだわりだけ教えてください。仕事のこだわりですか。はい。丁寧、丁寧で早く。早くしないと儲けないですね。はい。でも、まあ、早くお客さんもいいですし、はい、いつもの賃貸だと誰だって。無駄をなくすっていうか。そうですね。無駄をなくして、はい、その上で丁寧に確実に。おお、ありがとうございます。はい。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。けどなんか違ったらまずいんだよね。なんかどこか見たことあるね。どうですか一緒に。大丈夫ですか。そうですね。あ、マジ。はい、仕事の5割はあの。なんて、はい。そう。ありがとうございます。はい、いい男だねやっぱ。男前です。値段はどうですか。値段ですか。値段まあそんなめっちゃ厳しいわけではないですけど。まあ視聴者さん、それぐらいうちは厳しいから、間違いなく塗り替え途中に頼んだ方が、はい、防水社員に抱えてないところって、でもそういうとこないよね、まあ、さっきもさ俺ちょっと社員に言ったんだけど、はい、そんな甘くないじゃん、そうですね、今日いい話になかった、はい、結構みんないい話した、はい、そうですね、まあ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、はい、すいません、はい、すいません、ありがとうございます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 、